東邦大学はこちらをご覧ください。東邦大学は医学部、看護学部、薬学部、理学部、健康科学部の5学部からなり、自然と生命への畏敬の念を持った医療人を育成しています。目まぐるしい変化を見せる社会において、医療現場でもその対応は常に求められています。東邦大学では現在、2025年の創立100周年に向け、教育研究施設などのインフラのさらなる整備、そして国際化社会を見据え、新たなステージに進むべく、より魅力的なカリキュラムの構築を目指しています。学部を超える学びには特に力を入れ、各学部の学生がそれぞれの専門性を融合しながら、チーム医療を実践的に学んでいます。さらに、生命倫理シンポジウムを開催し、脳死や尊厳死、終末期医療など、命に関する諸問題を考え、真剣に向き合う機会を設けています。人とのつながりを大切にし、温かく人を支えることを大事にする、東邦大学ならではの学びですね。語学部10学科の中、自然、生命、人間について幅広く学び、未来に貢献できる専門性を身につけてみませんか？